分かりやすいと思うんですけど、ここの一帯だけ全部樹木が枯れてます。こちらにある樹木なんかもみんな枯れてます。こういうふうにね、完全に枯れ果ててる状態でございますね。現象としてはそういう現象が起きます。ここから映るかどうかわからないんですけど、ここの真正面のところに何でしょうあれは。今ね、立ち去ろうとしたらね、タバコを持ってないかって言われるんですよ、向こうからね。何があるのこれ、何かある。今ね、立ち去ろうとしたらね、タバコを持ってないかって言われるんですよ、向こうからね。僕電子タバコしか持ってないんでね、電子タバコ大丈夫かな。電子タバコ吸ってもね、困ったなって思ってます。ごめんなさい、1本だけね、電子タバコっていうのを、ね、置いてきますよ。ね、ちょっとに置いておきます。吸えるかどうかわかんないけど、ごめんなさいね、本当にごめんなさいよ。ここに置いておきますからね。うん、置いておきます。僕の日の中入れておきますよ。もう許してください。今ね、ちょっと時代が流れちゃって、こういう形になってます。なんか言ってる？うん、日本人の人もいてさ、日本人の人がね、タバコを1本置いてってくれって言われたんだけど、電子タバコだからさ、あとはもう結構多くの人がいるんだけど、まあ念としてはね、もう精神が崩壊してんだよ、いらっしゃる方たちっていうのがさ、だから、すざまじいこの人に対する恨みとかって、そういうことよりもさ、諦めみたいなさ、そういうものをすごく感じるんだけど、思ったほど、なんて言ったらいいんだろう、近寄るなっていうような発信はないね。へー、じゃあ高島平と違う？高島平のような悲しいものを引きずるっていうよりも、どっちかっていうと、なんだろう、まあ当然痛ましい現実はあるんだけどさ、あまりにも多すぎちゃってね、そう、わりかしやっぱ思想とか軍人さんだとかそういうことなのかもしれないんだけども、こうしっかりとした精神の人が多いです。亡くなるに対してもね、もちろん悲惨な状況っていうのは見えてくるんだけどさ、でございます。ありがとうございます。こちらはね、まあ、もうちょっと先行くとさ、また違うものが見えてくるか分かんないけど、何があるのこれ、何かがあるだろう、何かがあるよ。ここは何かがあるよ。ここはね、何かあるね。何かありますよ、ここは。今そこにさーっと、なんだろう、子供みたいなさ、のが走ったの。ザーって、子供みたいなのがね、パッと走ったんですよ。おおと思って、あのね、子熊みたいな大きさの、まあ、お子さんですけどね、男の子。えって思ったんだけど、何かあるね。何だったかわかんないんですけど、正体不明ですね。正体不明。ここ街灯一切ないんだね。本当ね、本当ね。なんだかよくわかんないんだけど、あそこが立ち入り禁止じゃない？いや、本当だね。ここはね、何かがありましたね。何だろう。
何かありましたよ。何だろう。何だろう。何でしょう。お子さんだね。お子さんが、これクイちゃんなんですけど、何か楽しそうにって言ったらなんだんだけど、元気に動いているお子様がいます。うん、ここには。一人だけ？うん、一人ずっと走り回ってるんだけど、とってもなんかこう、今真後ろいたでしょ。音が聞こえたでしょ。聞こえた？うん、楽しみそうにしてます。なんだろうかよくわかんない。ごめんな、ごめんな。おじさん言っちゃうけど、おじさんじゃないか、おじいさんかもしれないけど、ごめんな。ここに楽しい思い出があったから残ってる。いや、そういうわけではないんだけど、恐ろしさ半分、可愛らしさ半分。恐ろしいっていうふうには受け止めたくないから、僕はね、誤算だからさ、早く生まれ変わっちゃえよな、早く生まれ変わっちゃえ、元気に生まれ変わっといで、元気に過ごすんだよ。います。じゃあな。じゃあぞ。ダメに決まってんだろ、ついてきちゃう。ダメに決まってんだろ。ここにいるんだよ、おじさんとこ来てもつまんないぞ。もうじいさんとおばあさんしかいないんだからな。じゃあな。お子さん、今みたいなところでね、まあね、人情をかけると言ったらおかしいんですけどね、お子さんに人情をかけてしまって僕のところにお預かりしても、おそらく、戸惑うばかりだと思うので、ここからお連れするっていうことはしないです。なんて言ったらいいんだろう、恐ろしくもあり可愛くもありなのでね、思い通りにならなかった時に、あらぬ方向に行ってしまうといけないからね、妻に影響がいったり、周りの人に影響がいってしまうと怖いので、連れて帰ることは避けました、はい。そういうふうに感じた時にね、まあお子さんや、まあいいですよ、お化けって感じた時にね、ちゃんとね、伝えることが大事ですよ。ごめんなさいってついてこないでくださいってね、ちゃんと伝えないと、それでもガーッて風にくっついてきたら重たいものがドーンときますから、そういう時はちゃんと、いや、もう降りてくれ、頼むから降りてくれって人と接するようにね、そういう風に接してあげてください。人と同じような気持ちで伝わります、取り殺してやるっていう気持ちはないですからね。早く生まれ変わってくれるといいですね、まあもう間もなくでしょ。もしかしたら魂の方はもうちょっとで生まれ変わるかもしれないですよ。気持ちが残ってるだけなんでね、可愛い子だったですよ。僕の後ろまでタタタタタタッツタッって止まってね、おおって止まる。
可愛かったです、うんうん、カエル？ふう、葉っぱだ。やべえ、カエル嫌いなんだよね。カエルはママさん嫌い。花見に綺麗だね、ほら。本当綺麗、すごい。かっこいいね。もうゴザ禁止なのかね、ここね。禁止だろうね。ねえ、いいね。心霊スポットを兼ねながらさ、夜桜見物。本当だね。かくれんぼしましょうよ、夜中に。かくれんぼ。もう全然大丈夫だよ。真夜中の夜な、あの、か、あの、うん、夜桜見物、かくれんぼどうでしょうね。なんかいいようで嫌なんやけど、桜だけみたい。鬼が怖いのか隠れてる方が怖いのかどっちかですよね。いや本当だよ。誰も全然出てこなくてさ、断切るね。そうそう、ハヤトもなんかだってかくれんぼやっててさ、うん、友達だと思ってこういう風に覗いてお化けなのに見つけたとか言ってんのもだってあいつ見つけてねえわっていう風に思うんだよ。そうなの？そう、見つけたとかってみんな周りの友達キョトンとしてさ。かわいい。かわいかったね。じゃあもうちょっと進んでみよう。うん、綺麗ですよ。ということで豊中橋、今ねエコタの森、都内の心霊スポットとして有名なエコタの森公園を一周してまいりました。で、先ほどの橋からこの豊中橋の方に戻ってまいりましたけれども、こういう心霊スポットに必ずあるところはね、こういう水回り川なんですよね。僕はあの水回り川、用水路にしろ何にしろですね、どういう形にして焼却しようが何しようが必ずね、水流さなきゃならないものがあるんですね。どれだけきれいに流しても最終的には水を頼りにしなきゃならない、そこを流さなくてはならないということになると、水が必要だということでございます。そして仏様の魂っていうのはね、水の流れのようにこの世を循環してまいりますのでね、本当にね、命の息吹っていうものが水とともに流れていくということでも、ご器用になっていくっていうことになると思いますので、エコタの森公園回らせていただきました。今回はね、お子さんだね、霊場というかさ、自爆しているところは非常に伝えやすかったと思うんですよ。あのお子さんね、かわいいやら怖いやらですけどもね、うまくお伝えできればいいかなというふうに思っています。僕には後ろにザザっていう、ね、音聞こえましたよ。でこっちに動いた声も聞こえました。で僕には、一緒についてきたようなことをね言われましたけどもね、そこがうまく伝えられるといいなっていうふうに思っております、うん、それではありがとうございました。ピカさん、怖かった？楽しかった？やった、怖かった、なんかどうも、怖い、うん、公園自体は別に悪くないんだよね。うん、悪くないですよ。素敵な公園ですよ。あの、皆さんね、明るく過ごしてください。そういうことによってね、辛くったり悲しい思いをされた方々っていうのはね、どん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 ね、お心が救われてまいりますのでね、ただし、踏み入って不悪ふざけをしてバカにしないようにはしないでくださいよということでございますよ。心霊スポットとかでは来ない方がいい。あの、茶化さないことね。お化けさん見たい人は見るんだったら見に来るのはいいと思いますよ。感じに来るのはいいと思いますけどもね、怖い、気持ち悪いっていうのはやめてください。見えて聞こえた時っていうのは、見えた聞こえたってかわいそうっていうふうに思われてください。その一言で変わりますよ。気持ち悪いんだけどっていうふうになっちゃったら、もうこの嫌な気持ちになりますからね。受け止めちゃったら、もうね、それで受け止めて差し上げてください。お化けさんになるまでにはいきさつっていうものがございますのでね、その一つがとっても大切でございます。なるほど、はい。危険、入っちゃいけないところの話したっけ。立ち入り禁止のところがあるんですよ。ずっとフェンス張ってます。昔はね、今でもそうなんですけど、日本の地図に載っていない細菌兵器、まあ世界の基準でもって作っちゃいけないってことになってるので、それをね、公表できないんですよ。で、土壌というのがあってね、そこにね、ウイルスだとかそういうものって残ります。で、2007年ぐらいまで病院があって、それに対することをやってたとしたら、まだ二十何年しか経ってないんで、いや、とてもじゃないけど綺麗になってるとは思えないので、フェンスを越えるとなんか変なウイルスとかやっつけられちゃうかもしれないんで、
そこは絶対乗り越えない方が僕はいいと思いますよ、うん、あ2007年に病院がなくなった、うんでしょ、うん、ね、だから病院がある間なんかやってたかもしれないからね、その間はさ、うん、何かやってたかもしれないんで、なんかさ、コウモリのウイルスみたいに変なものが蔓延して、行っちゃうかもしれないんでね、うんうん、近寄らない方が僕はいいと思いますよ。わかりました、はい、ありがとうございます。でございます、はい、幽霊バイバイ、はい、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルの方もやってるんですよ。こっちは本当に怖いですよ。宗家本コアで出ますよ。宗家本コア。よろしくお願いします。宗家でも出る、うん。お願いします。さよなら。幽霊バイバイ。幽霊バイバイ。